この星場ですがね、ええ、実は球を見ていただければ分かると思うんですが、球は非常にこれ速いんですよね。その通りですね、私も 2度ばかりこのファームのゲームで見てびっくりしましたが、まあ、ドラフト4位入団のルーキーなんですけれども、球の速さだったら本当にこのイラブも待ったおというぐらいの部分がありますけれども、コントロールコントロールということを言ってくる、はい、また言うコーチもいるわけなんですね。だけどね、このスピードボールを投げるというのはような、そういうその指導してもらいたいですね。ここは変化球を2つ続けて、ワンウラオールウェスタンの攻撃、まあ、小島もこのスピードボールで千葉ロッテマリーンズのファームでは主に抑えの切り札で、できますよ。やっぱり基本はスピードボールですからね、するんですけどね、います2安打。ありがたいことですよね、好リリーフを見せたこの星場だったんですが、最後外れました。一生懸命自分のことをやるだけで精一杯になっていると、ピッチャーの気持ちになりきれないんだよなというところがね、不満だと言ってましたがね、はい、まあ、キャッチャーそれここでは来そうだなっていう感じがね、顔に出るんですって。だからそれぐらいキャッチャーちなんならなきゃダメなんだよということ、まあ、目立ってますけどね、また、西武では伊藤が目立ってますけど、まあ、日本ハムのベテランの田村、はい、いろんな経験してここまで、まあ、バッターハーフ佐々木明義、とにかく元気な人です。ですよ、なきゃ使いませんからね。いや、そりゃそうでしょうね、佐々木はウエスタンでは去年82試合、おととしは77、ね、ただだけどね、その中でこの